鍋ですね。まあライブでね鍋食ってやってるんですけど、今回ローカルでね、やりたいと思います。ちょっとね食材余ってまして、あの肉はないんですけど、ワイフワイフワイフもやし、もやしあります。ちょっと遠いなカメラ、もうちょっと近づけましょうか。遠いな、もうちょっと近づけてもいけんじゃないかな。こんなもんにしとこうか。 OK、 グッジョブ。オープンザドア。おお、もう一人鍋にしてはめちゃくちゃある感じですね。ネギと豆腐いただきます。ああ。じゃあいただいてまいります。実食。ネギと豆腐と、ネギと豆腐と白菜ですかね。もうひたすらネギと豆腐と白菜ですねこれ。まあ、とりあえず豆腐か、まあ、湯豆腐みたいなのあるじゃないですかね。ヘルシー、うまい。いや、湯豆腐っていいっすね。湯豆腐からのネギ、うん、ネギと豆腐いいっすね。うんうん、あ、いいっすね豆腐とネギ、いいっすね。まあワイフワイフもありますから。うん、やっぱゆずポンうまっ。あた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 、豆腐が熱い。豆腐が熱い。ちょっと豆腐危険だなこれ。豆腐危険っすね。中身がクソ熱いんで、ちょっと一回少し冷やさんとこれあかんわ。熱すぎる。なんか胃の中でクソ熱くなりますよ。胃の中でクソ熱くなる。やっぱ鍋って野菜食えるからいいっすよね。野菜食えるからいいっすよね鍋は。豆腐うまっ。豆腐ポン酢合いますね。やっぱ豆腐とポン酢めちゃいいな。シンプルで一番これうまいっすわ。やっぱ僕ね、あの今年一番の買い物はこの鍋ですね。この鍋買ってよかった。まあ、めちゃ簡単っすよね。野菜切ってぶち込むだけですからね。もう水炊きなんで、でポン酢でいただくと簡単。
豆腐とポン酢うまい。なんすかね、このシンプルな感じ。このシンプルな感じ、やばいっすね。やっぱなんかライブしてないと喋りたくなくなる、喋りたくないですね。なんかローカル、まあローカルはなんかしんどいな。普通にあのAmazon プライムビデオ見ながら鍋食ってた方がいいですね。いやローカル鍋結構しんどいかもしれないな。ちょっとライブ鍋に慣れちゃって。なんか違和感があります。違和感、チャットがない違和感。いやー今月ももう終わりますよ。今月もね、まあこの動画が公開する頃にはもう2月になってると思いますけどね。商品販売があるんで、商品販売が。うどん買ってくればよかったな。うどんあればこれめっちゃいいやん。前もうどん言ってたな。いやまあでもちょっと肉欲しいっすね。肉欲しいな。肉切れなんですよ。ちょ、 YF 入れますか。 YFライフ入れましょう。いや肉欲しいな。
肉欲しくなってきた。まあうまいっすよ、うまいんすけど、やっぱ欲が出ますね。欲がね、出るな。欲が出ちゃいますね。肉っ気欲しいな。肉っ気が欲しい。まあでも今日ね、だいぶ動画撮ってますね。今日マジ動画撮ってる。今日だいぶ動画撮ってますね。今ね、まあ、4K 動画なんで重いっすよ。4K 動画なんで、今 4K 動画で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、今 4K 動画10本ぐらいアップします。 4K 動画を一気に10本アップします。なかなか重いっすね。無駄に 4K ですね。ちょ、 YF 食べていきましょうか。 YF もういいかな。 YF! YF! ちょ、 YF YF 食べちゃいますよ。いいんですか。いいでしょう。ヘルシー、めちゃヘルシー、めちゃくちゃヘルシーっすね。 YF ヘルシーやな。いやー、ちょっと肉欲しい。やべ、肉が欲しい。肉が恋しい。鹿児島の肉めちゃうまいんですよ。豚肉ね。いや、肉がないしゃぶしゃぶってどうなんだ。鍋って魚もないしね。あるのは豆腐と、豆腐とネギと白菜もやし。いやうまいっすけど、まあ豆腐があるだけでいいっすね。豆腐なかったらこれやばいかったな。大豆は、大豆ですか、タンパク質、大豆ってタンパク質ですよね。いやー、ちょっと肉欲しいな。肉が欲しい。肉が欲しい。いや、鹿児島の肉マジうまいですからね。鹿児島の肉マジ、豚肉ねめちゃうまいからね。ロースが食べたい。いや、ロースうまいっすよ。ロースー
あ、肉が恋しい今日この頃でございます。ひたすらネギと豆腐、白菜、もうちょっと飽きてきましたねこれ。いや肉大事っすね。肉大事だな。豆腐なかったら脂肪ですね。豆腐なかったら脂肪です。いやー肉欲しい。こうちょっと次もしやる場合は絶対肉用意します。学びましたね。肉が恋しくなる肉が恋しくなるな。ワイフだ、ワイフじゃ、ワイフだけじゃ持たない。これもう水分みたいなもんですからね。ワイフ。まあ、食感いいっすよ。ワイフ食感はいいんすけど、肉ちょっと欲しいっすね。あー肉欲しい。今日ね、僕ね、9時起きぐらいしたら、9時に起きたんですよね。結構早かった。結構ね、今日めっちゃ仕事した感じするな。結構仕事した感じすげえする。なんかサラリーマンぐらいしやったんじゃないかなっていう体感ですね。体感としては。だってブログを6記事書いて、で商品の特典映像を作って2本からの、男飯からの、なんか吉谷の流儀、まあこれも撮ってもぼやきも撮ってますけど、なんか仕事した感が否めねえな。今日結構なんかやりきった感ありますね。コンサルも2件したでしょ。結構やった気がする。結構やった気がするな。YFF いただきます。 YFF あと10分ぐらいですか。あと10分ぐらいですね。もう30分で終わりますから。いやもやしうまいな。
なんかもやしね、結構ね、あの、おいしんぼでね、おいしんぼっていう伝説の料理番組のアニメのおいしんぼっていうのがあるんですけど、おい、もやしーみたいな、もやしーみたいな、もやしーっていじめられてる子がいて、いや、もやしにはね、こんな栄養があるんだぜ、みたいな、あの、山岡さんみたいな。もやしには、もやしってなんか栄養あるっぽいんですよね。ちょ、もやしの栄養見てみよう。もやし見てみましょう。もやし栄養。もやしに栄養がないって本当？もやしはさまざまな栄養素を含んだヘルシーな食品です。タンニンに取られたでんぷん、脂肪、タンパク質など存在的な栄養素が加水分解化されてもやしになる過程でエネルギーになる。細胞に使っている。食物繊維、コラーゲン合成、ビタミン C ね。生きるためにエネルギーに欠かせないビタミン B、タンパク質の元になるアミノ酸、アスパラギノ酸。ああ、やっぱもやし、まあまあやっぱ入ってますね。アスパラギン酸がめっちゃ入ってますよ。アスパラギン酸がもやし。もやし、アスパラギン酸が入ってます、いっぱい。人参の7倍ぐらい入ってますね。やっぱ山岡さんは正しかったな。あ、疲労回復成分、アスパラの2倍。物価、あ、疲労回復の成分らしいですね、このアスパラギン酸。アスパラギン酸、疲労回復や代謝の活性化の効果があり、スポーツドリンクに配合され、へえ、すごい。 YF 疲労回復じゃないですか、アスパラギン酸。いや、僕が疲労回復しちゃったら動画の量多くなっちゃうじゃないですか。あ、でも水にさらすと水っぽくなり、ビタミン C の栄養素も流れてしまうので、水をかけたり水に入れたりするのは NG。 ダメじゃん。なるほどね、もやしは発芽してるパワーがあるらしいですね。やっぱアスパラギン酸が取り上げられてますね。アスパラギン酸、もやしに含まれるアスパラギン酸は新陳代謝を高めてくれると言われてる、うん、艶やかな美肌に近づくことができるらしいですよ。YF 美肌効果じゃないですか。あー、あれですね、茹でたり
あんま熱するとビタミンとかもうなくなっちゃうみたいですね。もうビタミンないですね。はあ、30分早いですね。30分早いな。ライブね、1時間以上してるからね。ライブ30分で終わんないですからね。なんか早い感じするな。YF って誰やねんって。もう YF 知らない人はね、 YF 誰やねんと思ってるでしょうね。いや YF さんともう5、6年ですよね。多分6年ぐらいですかね。え、長えな。長いっすね。長いな。いや、僕が50歳になったら YF さん何歳なんですかね。まあ多分50になっても、まあ50だと12年後か。12年後っすね。12年後 YF さん何歳なんやろ。多分ね、50歳でも多分やってると思いますね、これ。ぼやき。50歳っていうかもう、ぼやきなんか60歳から本ちゃんじゃないですか。野村のぼやき、もう野村のぼやきパクってるんで、もう60ぐらいからもうね、いぶし銀が出てくるんじゃないですか、ぼやきが。やばいよ、さんはもう死んじゃってんじゃないかな。あと何年ついてこれるんですかね。病院のとこでスマホを見て、ぼやきを見て死んでいくっていう。いや、みんな死にますからね。大丈夫っす。大丈夫っす。みんな死んじゃうんですよ。みんなね、年取っていくわけですよ。僕もね、毛根は、僕の毛根はもう死んでますから。大丈夫です。あと40秒ぐらいですね。あの自動で切れますから。自動でもう切るのめんどくさい。ボタン押すのめんどくさいんで自動で切れます。30分で。あと25秒、30秒、勝手に切れるよ。いいっすねこれね、勝手に切れるから。おっと、あと20秒 !YF ない、まあ、30分の 4K 動画、まあまあ重いな。